尺を取ります。右手でこう取ります、はい、左手で夏目の横を取ります、はい、そして磁石を下に向けてこの2本の指で磁石を持ちます。3本の指で夏目の蓋を取ります。ちょっとここ難しいです。茶色を落とさないように握って3本の指で蓋を取ります。横に蓋をこのままこう置きます。そうです、はい、そして夏目を、あ、夏目持っておいてください。こう持っておいてください。そう持っておいてください、はい、そしてお茶碗のこちら側に、はい、お茶碗のこちら側にこう置きます。で今こう向いてましたから茶色はこう持ち替えてください。すくいます。そうです。あ、お上手ですね。でこれで1杯、1杯と半分、はい、1杯と半分入れます。そしたらそう1杯ともう1回、もう1杯、うん、もう1杯、はい、入れます。入れました。もう1杯入れてください。少ないです。はい、そうです、そうです。2回入れます。そしてここにね、一応抹茶がちょっとついてるのを落とす意味、優しく軽くトントンと2回叩きます。そうです、そうです。ひどく叩くと大事なお茶碗がここが割れたり欠けたりするといけませんので軽くです。でまた下に向けてまた2本の指で持って3本の指で蓋を取ります。そうです、はい、この形で取ります、はい、難しい、ここだけ難しい。蓋をします。はい、そして前にあったところに置きます。はい、そしてこれを上に向けて茶杓は置きます。で本当はあそこにお釜がありますので、さっきちょっとしたんですけど、お釜からお湯を汲んでお茶碗にお湯を入れるんですけども、あの今日はあれにお湯入れてませんから、ポットからお湯を入れてきます。でこうしゃぶしゃぶって立てるとこいたします。我不用入碗的，但跟住做。お茶碗をお預かりしてまいります。其实我哋做紧抹茶，抹茶唔係就咁揾個粉沖嘅，慢慢整咗好多步驟，就算筆都好多步驟。で茶杓に取ります。左手でお茶碗を押さえておきます。ガタガタ動かないように。で前後にしゃぶ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 40回ぐらいすると綺麗に立ちます。回すとダメです。回すとダメです。お湯がぐるぐる回るとお茶が立ちませんから、はい、そうその感じです。準備な、はい、そうです、こうするとダメなんです。それダメです。ぐる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 回すのダメです。はい、まっすぐにこうです。手早く手早く早くちょっと力入れて、しかしかし40回ぐらいしたら綺麗に立ちます。でこういう綺麗な小さい泡がもうちょっと立ったら美味しいです。そうです、もうちょっと頑張ってください。しかしかしかし手早くしないとお湯が冷めるのと お抹茶の香りが飛びますから、はい、飲むときに美味しくなくなります。優しすぎます。もっとスピードアップしてください、はい、もっとやってください。しかしかし、はい、こちらの方の方が綺麗に立ちました、はい、上手に綺麗に立ちました。もっと力入れてやってください。はい、で綺麗に立ちましたら、ひらがなのの字ってわかりますか。ひらがなのの字今こう立てましたね。さあここの中でひらがなのの字を書いて、そして両方一緒に離して、さっきやったところに茶筅を置きます。はい、はい、綺麗に立ちました。まあでも美味しいかもしれません。飲んでみてください。じゃあ好多本应该好飲嘅，应该好飲嘅。これがうちの今、はい、今10代目の当主が作っております楽岩のお東方正です。ちょっと大きいので、はい、一口サイズにちょっと割ってでお口に入れてください。ちょっとそのままだと大きいので、それでガリガリかじるとお茶のお作法のマナーがおかしいので、これをちょっと一口サイズに割ってお口に入れてください。
拔開佢，係拔開佢，そうです。割って割ってガリガリ噛むので、お口に入れてください。そうですね。入りますか？入る大きさに入れて、うん、割ってください。全部入る。全部入る？全部入る？全部食べられる？うん。大体ね、普通はこの4分の1ぐらいなんです。ちょっとサービスがいいので、大きいから無理かと思います。で、そしたら置いといて。で、お茶碗をじゃあ今度飲みます。お茶を右手で取って、左手に置きます。で、左に軽く1、2と回します。はい。で、ここから、はい、右2回回します。はい。そしてここから、大体ね、3回で飲める量なんですけど、ポットから入れるんでちょっと多いかもしれませんから、何回でも大丈夫です。飲んでください。ここからちゃんと飲んでください。はい。そうです。お口の中で落雁が広がって美味しいはずです。はい。お茶が美味しいはずです。よく立ってました。大丈夫でした。Yeah. はい。そして最後にですね、日本の食事は、好講究飲茶。音を立てると日本の食事は静かにいただくんでマナー違反って言うんですけど、お抹茶の時はこの中に残す方が悪いんですね。全部飲み切ってしまわないといけませんので、多分泡がね最後の方少し残ります。で、それをこうやってずっと音を立てて、ここの中に泡も残らないように完全に飲み切ってください。はい、全部飲んでください。全部飲んでください。残さないで。全部飲んでください。最後ずっと音立ててください。残りました。あ、お上手です。今の音いいです。はい、すごいいい音です。これ残さないで、今の音をずっと飲んでください。これも。ずっ。はい、覗きました。ただここに飲んだところが、茶碗がここが汚れてます。まだ左手に持っててください。ここ飲んだところが汚れてます。お口つけたところが。で、これ親指と人差し指でキュッと拭きます。キュッと拭きます。きれいに拭きます。そうです。そしてお茶席入るとき、お着物着てますから、本当はこのお菓子を置いてるこの紙も返しっていうんですけど、本当はこの紙返しを懐が、ごめんなさい、ここにこう入れてお茶席入るんです。はい、普通はね。ちょっとお着物がもう暑いから乱れてますけど、これをここに入れてお茶のお席に入ってお茶を飲むんです。で、今これキュッと拭きましたね、はい、この2本の指が汚れましたからここに入ってる、はい、この指をここで拭くんです。それでそこで、はい、お茶碗持ったままですよ。お茶碗持ったまま手を今こう拭いたでしょ、はい、でその拭いた手をここで きれいに拭くんです。はい、それ拭くんです。そうです、そうです、拭いて、はい、そしたら手がきれいになりました。左に2度回して飲みましたから元に戻します。右に1、2と2度回し、軽く2度回したら元の位置に戻ります。で、あった場所にお茶碗を置いて、はい、で結構なお点前でございましたで、お上手に立派な茶人でございます。で、なんで左に2度やったり右にやったりするかっていうと、わざとこう違うお茶碗を今3つ出したんです。これ何にもない、絵の何にもないお茶碗ですね。これ全部絵がいっぱい入ってますね。これいっぱいで、これはここだけ絵が主にあって、こっち何にもないんです。はい、で、大体こういうお茶碗が多いんです。で、そういうお茶碗で出されたら皆様のお客様の方に、そこの一番主な大事な絵を見てもらうように、大事な絵をお客様の方に向けてお出しします。そしたらここの大事な絵を汚したり傷つけたりしないようにっていう意味で、これを避ける意味で1、2と回すんです。はい、そしたら何にもないとこが、はい、無地のところがご自分の前に来ます。で、ここから飲んで、はい、この絵を傷つけないようにここから飲んで、はい、で、元の位置に戻すので、右に回すとまた元の位置に戻ります。その意味で左にやったり、右にやったりするんです。はい、だから、うん、どんなお茶碗出されても、これ何にもどこがじゃあ絵がないからどうしたらいいかわからないかと思いますが、
そんな時でも必ず左に軽く2度やって、はい、で飲んでから拭いて、でまた右に軽く2度やると、はい、もうそれで大丈夫です。でこういうのも全体柄が出てて、はい、今みたいに、はい、左に2度やって、どこが前か後ろかわからないように全部こう茶碗絵がついてますから、もしこれを一番前に出されたら、これがまた元に戻るように飲んだら大丈夫です。はい、でも上手ですね、初めて立てられたのに。綺麗に立ちましたね。初めてです。うん。